つご決断なかったんでしょうか。それはあの総理に、経過をお話をし、その際決断をさせていただくということで感じだから以上です。おっしゃってください。私に説明していただかないと我々なぜお辞めなのか分かりません。あの一つは、昨日の記者会見におきまして、死の待ちという表現をしたことについてでございます。このことについては午後の記者会見で、撤回をして陳謝、お詫びをしたことでございます。また視察後のこれはまあ公式の記者の皆さんとの懇談、まあ立った場での懇談だったわけでございますが、一連の大半は視察の中身についての真面目で真剣な報告をしたと思いますが、これについて信を抱かせるような言動があったというふうに捉えられたわけで、どうおっしゃったんですか。あなたね、国務大臣をお辞めにならないんですよ。その理由ではきちんと説明しなさい。あの私もあの非公式の記者の皆さんとの懇談ということでございまして、その一つ一つに定かな記憶というのもありませんので、定かな記憶もないことでやめるんですか。定かなことだからやめるんでしょう。いっぱい話してそれでご理解をいただきたい。北海道新聞の配合です。ちょっと 改めてあのちょっとなかなか理解しがたいんですけれども、今終日入れなくてもやっていくような方法を省庁さんを先頭に、省庁さんを先頭に作っていけば、これは私どもも国も、もう必死の思いでこれを支援していきたい。本当から辞任の申し出。そうです、もちろん。あ、そうです。誰かに相談はされましたか。あの、一切相談はされていません。私の、まあ、数々ないところもありますから、皆さんが、気を引き返すかはよくわかりますが、私としては、支援に今、そのスタッフと、